今日の聖書を拝読します。ヤコブ3章17節です。ヤコブ3の17です。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温存であり、また憐れみと良い御手に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。アーメン。金の光、聖歌台の賛美と演奏があります。その後映像で道会長先生のメッセージ、上からの知恵を聞きます。愛する生徒の皆さん、皆さんは生きていながら、私がもう少し賢かったらどんなにいいだろうか、もっと知恵があったらどんなにいいだろうかと悩んだことがあるでしょうか。はい、知恵は子どもたちが勉強ができるためにだけ必要なのではありません。日常生活の中でもいつも必要なものです。どうしたら事業をもっと大きくしてお金をたくさん稼げるだろうか、どうすれば職場で功を立てて認められて早く昇進できるだろうか、上司に気に入られて愛されるだろうかと、このような悩みが全て知恵があったらもっと簡単に解決できるのです。危機にありながらも相手の心にかなう賢い一言で大いに愛されて祝福される場合があります。反対に愚かな言葉のゆえに良い機会を失って苦しみに遭う場合もあります。また自分がしようとすることが正しいからといって、あるいはただ誠実に熱心にするからといって全てがうまくいくのではありません。ことを成し遂げるのに必要な知識があるとしても、その知識をうまく活用する方法が必要です。自分に任せられたことだけちゃんとやればよいのではなく、周りや他の人たちのことを考えてことがうまく進む方法も知らなければなりません。知恵のある人は自分がしたいことを実現するために環境や周りの人たちの心を動かすことを知っています。これが正しいからこうしなければならないと何が何でも押し付けるのではありません。必要な人たちに助けられて水が流れるように進めて良い結果を出すのです。反対に知恵のない人は良い技をする時でさえ人々の反発を自ら招き、周りとぶつかるので困った目に遭うのです。この世で生きていく時だけでなく、皆さんが信仰生活をする時もそれぞれの分野で知恵がとても必要です。どうすれば職場で祝福されてもっと栄光を捧げられるだろうか、どうすれば家族の心を感動させて早くイエス様を受け入れるようにできるだろうか、訪問する時どうしたらもっと簡単に相手の心を開いて真理を受け入れさせることができるだろうか、もっと効果的にたくさんの魂を救う方法はないだろうか。このように神の御業をする時も知恵があればより大きい実を結びます。知恵が欠けていれば努力して労苦したことに比べてその実が満足できるものではありません。皆さんが周りを見てもそんな場合があるでしょう。ある人は巻いた以上に多くの実を結んで栄光を返します。ところが同じように祈って自分なりに最善を尽くして信仰生活をしているのに努力に比べて実が少ないのでもどかしく思う人もいます。ある人は努力しているのに実を見せられないし、ある人はむしろマイナスを出します。もちろん信仰と愛によって種をまけば必ず実は結ばれます。信仰によって祈り求めて行った通りに答えが与えられます。しかしこの時も知恵のある人は神様に喜ばれる方法をより簡単に体得して行います。一言祈っても父なる神様の心にぴったりかなうように喜ばれるように祈ります。また霊の流れの中で恵みの機会をよく捉えて逃しません。
さらにそのような恵みの機会を自分で作り出したりもします。どころか知恵がなければ神様に喜ばれる方法が分かりません。祈っていても否定的な言葉や善でない祈りをして神様の心を痛める場合もあります。サタンの罠にかかる場合もあります。それどころか口の罠になる祈りでかえって試練を自ら招く場合もあります。時々そんな方々がいます。祈って祝福の機会が来たのに悟れなかったので逃すこともあります。こうなるとたくさん祈って努力しても答えは遅くなるのです。皆さんが信仰の道を歩むとき遠回りするのではなく、どうせなら近道で早く行きたいでしょう。ですから知恵が必要なのです。祈って答えられることも、実を結んで祝福されることも、そしてより素晴らしい天国に入ることも、知恵があれば近道で行けるのです。それで聖書を読めば神様も知恵を強調されているのが分かります。一例として箴言 3-13 から17を読んでみましょう。幸いなことよ、知恵を見出す人、英知をいただく人は、知恵と英知をいただく人は幸いです。それの儲けは銀の儲けに勝り、その収穫は黄金に勝るからだ。知恵は真珠よりも高く、たっとくあなたの望むどんなものもこれとは比べられない。その右の手には長寿があり、その左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その通り道は皆平安である。知恵と英知があれば、右手には長寿が、左手には富と誉れがあって、その道は楽しい道で、その通り道は皆平安だということです。平安がなければこういうものがみんないただいても役に立ちません。自分がいくら飛んでいて権威とか名誉とかみんな得ても、心に喜びがなくて心に平安でなければ何の役に立つでしょうか。長寿も富も誉れも楽しみも平安もみんな知恵の中に入っているのです。皆さん、世でも例えば一字千金と言いますが、文字一つが千金なら、その当時大金ですね。箴言 4-7 には、知恵の初めに知恵を得ようとあります。今日から知恵を得てください。あなたのすべての財産をかけて悟りを得ようとあります。皆さんもこの知恵を得たいでしょう。はい、すべての方が得ますように。この知恵を皆さんが得られるよう、今日から上からの知恵というメッセージを伝えます。伝え終わった後も、私は知恵を得られませんでしたと言えば困りますね。このメッセージを聞いて神様のくださる知恵が皆さんのものになりますように。私はもともと頭が悪いんです。学校に通っていた時も勉強ができなかったからと悩んでいる方がいるでしょうか。心配する必要はありません。上から神様がくださる知恵を授かれば、世で一番愚かった人も一番賢い人になれます。私のようにです。愚かだった人もですね。私は本当に愚かな人なのに、神様がこの知恵をくださると不可能なこともなく、たくさんのことが可能に変わりました。できないことができるように変わっていったのです。今までそうしてきました。ですから説教のタイトルがただの知恵ではなく、上からの知恵なのです。つまり神様がくださる知恵、世の知恵を言っているのではありませんね。第一コリント 1-25 には、なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですとあります。
いくら知恵のない人でも、神様が知恵を下されば、世の誰より賢くなれるのです。しかも、この上からの知恵が尊いのは、神様が保証してくださる知恵だという点です。世にも知恵が優れた人々がいますが、彼らの知恵は人間の限界を抜け出すことができません。こうしたら必ずできるだろうと、明らかな道が見えるようでも、その結果については誰も確信が持てないのです。自分なり努力して緻密な計画を立てても、全く予想できなかったことにあって、すべての計画が台無しになったりします。しかし、神様が知恵をくださったときは、その結果と実まで、神様が確かなものとしてくださるのです。ひょっとして何か困難にあっても、その度に抜け出す知恵もくださいます。さあ、それでは今から、上からの知恵を得る秘訣をもう一つ調べてみましょう。愛する生徒の皆さん、一つずつ調べてみましょう。愛する生徒の皆さん、知恵を得るための第一の秘訣は純心です。今日の本文ヤコブ 3-17 には、しかし上からの知恵は第一に純心でありとあります。生徒の皆さんは心に汚れがないことがどうして大切なのか、どうその汚れを清くしなければならないのか、よくご存知です。知恵についてメッセージを伝えるとき言われたのに、なぜ突然心の汚れを清める話をされるんだろうという方がいるでしょうか。先にも少し説明しましたが、上からの知恵は神の知恵であり、世の人々の知恵とは違うからです。神の知恵をいただくことは、聖霊の声を聞いて働きかけられることと似ています。聖霊の声を聞いたり働きかけられたりするために、すなわち神様と交わるためには、心に悪がないことが基本条件です。皆さん、心の汚れが清められていくと、自分が考えているようでも聖霊が働きかけられたのであって、それは真理であり、真理は善ではありませんか。心が善なら、心がそれほど真理になっているということで、だからすべてを見て聞いて考えることが善の中から出てくるのです。ですから結果は、これが聖霊の声を聞いて導かれるようなものだということです。知恵を得るときも、心に善があるほど、より細やかでより深い知恵をいただくのです。また神様が教えてくださる知恵のある方法は、いつも善の方法です。その良い知恵を使って益を得るためにも、邪悪な心を清くしなければなりません。自分の心に悪があると、善の知恵を誰かが教えてくれても、その方法通りに行うのが優しくありません。ですから、まず心の悪を脱ぎ捨てることが知恵のいただく道であり、その知恵で益が得られる道なのです。このようなことを知れば、知恵ある人は父なる神様の心を動かす祈りをします。例えば、区域長の使命が与えられて、自分なりに努力しているのにリバイバルが遅いようで、区域委員たちから区域長への不栄が出てくるとしましょう。すると切なる心で祈るとき、悪がないほど神様の心にかなう祈りができます。例えを挙げてみましょうか。父なる神様、救われたことだけでも感謝なのに、たっとい教会、たっとい牧者に出会うようになさいました。しかも私のようなものに、主の羊の群れに仕える区域長という使命まで果たすようになさるのでしょうか。あまりにも感謝で、この使命が大切です。でも、この恵みに報いるためには、もっと実を結ぶべきだし、もっと使えて区域委員に喜ばれなければなりません。区域長、組長、地域長の皆さん、
機関長、副機関長の皆さん、自分がこんなふうに乗っているのか考えながら聞いてください。お父様、今は完全でなくても私はお父様に強くされてしますから、日ごと新しい力と能力をお与えください。主の愛があり、牧者の涙がありますから、その霊の空間の中で私は変えられるし、器は備えて実を結ぶことができます。自分がやるということではなく、主が共におられて助けてくだされば、主に強くされてできるということであって、私はできます、私も知っています、よくやれますということではないのです。一言祈っても、すべて神様に頼るということです。神様の力を引き下ろさなければなりません。私の欠けているところを悟って変えられるようにしてくださり、クイキンが私を愛して進めてくれる言葉を感謝して受けて、一つになってもっと実を結ぶようにしてください。愛しています、感謝いたします。大きいリバイバルの実で父に栄光を返し、牧者に喜ばれるようにしてください。このように父なる神様の心にかなった祈りをするでしょう。心に悪のない人は、周りの人と話をするときも、相手の心を押し量って良い表現を使います。一言でも良い表現に変わるのです。私があの生徒をよく教えて、あの生徒が私によく従うようにしてください、こんな祈りでなく、私があの生徒によく使えるようにしてくださいと。使えるものが偉いものではありませんか。私たちの主も使いに来られたというのに、単語一つでもこのように違うということです。綺麗で恵み深い表現、誰が聞いても徳を高める表現をします。ですから祈る時も自然に父なる神様の心を悲しませるような表現を避けるのです。それじゃあこれから祈りの文を作ってそれを見て祈ろうと思うなら、それは祈りではないでしょう。心からにじみ出る信仰と愛の祈りをするべきなのに、それは祈りではないでしょう。それは代表祈祷をするときにしてください。代表祈祷は自分一人の祈りではないでしょう。ミスしないようにするなら、まだ完全にできなければ書いてでもするのであって、自分が神様と1対1で祈っているのに書いて祈るのは、心を伝えることではないのではありませんか。心が良くないのに善の祈りをしようとするからといってできるのではありません。心が良ければ自然に善の祈りが、善の言葉が出てくるのです。ところが自分に悪がある時はどうでしょうか。普段相手に配慮できない人、自分の立場からだけ考えてつぶやいたり不平を言ったりする人は、神様に対してもそうです。善の感動的な祈りを捧げるべきだといくら聞いて知っていても、その心が祈りの中ににじみ出るのです。父なる神様、たっとい使命をくださり感謝します。私はこれまでこのように努力して時間と物質を費やして使命を果たしました。一つ一つが善とはほど遠いのです。皆さん理解できますか。一つ一つ説明しますか。父なる神様、たっとい使命をくださり感謝します。ここまではいいです。これからが問題です。次が心配ですね。私は今までこんなに努力して、今神様の前で自慢しているのです。私はこのようにしましたと聖書にはあるでしょう。悪い人は、神様私はこのように助けて施しをしましたと祈り、でも良い人は神様に申し訳なくて顔も上げられないで祈るのに、今までこのように努力して時間と物質を費やして使命を果たしましたと祈るのです。たまにそういう方がいるじゃありないですか。私は努力したのに実がない、努力したそうです、それなのになぜ実がないのでしょうか。または私は時間も物質も捧げて神様の前に建築献金をいついくら捧げていちいち言う方がいます。
このように捧げたのに、なぜ自分はまだこんな、まだ困難な目に遭っているのか、なぜまだ祝福が望んでないのかと、こんな方がいます。使命を果たしたそうです。でも神様が答えてくださらないからリバイバルもできないし、と祈るのです。否定語が入りますね。答えてくださらないと。確かに聖書には、信じて求めたものは全て受けたと信じなさい。そうすればその通りになりますとあるのに、御言葉まで否認しているのです。このように使命を果たして努力して、そして時間と物質を費やしたのに、神様も答えてくださらないと祈るのです。すると、神様は答えてくださらない神様ですか？ヨブが言ったのと同じですね。神様は悪い人には祝福し、私のように正しいものにはこの世に災いを下されるというのと同じ祈りになるのです。一つ一つが悪い祈りではないでしょうか。答えてくださらないから、真理と反対のことを言っています。真理を信じるなら、こうは祈らないでしょうに。答えてくださらないからリバイバルもできないし、私はとても疲れて大変です。全部が否定語です。また私は最善を尽くしたのに、もうやめましょうか。時々皆さんも私のところに来ています。私は最善を尽くしたのにリバイバルできませんと。それなのに、区域員たちが平和を壊して不平を言って、もう全部区域員のせいです。他人のせいにして、自分のせいにはしません。自分がよくやった、区域員たちが間違っていると、人のせいにだけしているのです。区域員たちが平和を壊して不平を言って、私をこんなに辛くさせるので、いっそこの使命を手放したい時もあります。これは恐ろしい祈りです。神様の前に、身怒りを燃やされる祈りをしているのです。そう、好きな通りにしなさいと、身怒りを燃やす ような祈りをしているのです。つぶやき、不平、感触、信仰のない祈り、否定語を使う祈り、他人のせいにして、一つ一つが真理でなく、悪いことが現れています。皆さんも神様がある使命を与えたが、不平不満ならば、どれほど悪いことか知らなければなりません。だから実を結べないのです。いつも説教しておられるのではないでしょうか。万軍の主神様がもし、教区長や大教区長に、教会学校の指導教師をなりなさいと言われても、アーメンと感謝しながらしてこそ神の人であるしもべだというのです。さらに恐ろしいことに、いっそこの使命を手放したい時もありますと祈るのです。だからそんな気になるということですね、たまには。神様は私を憐れんでくださり、力を与えください。神様がどうして憐れまれるでしょうか。身怒りを燃やされることでしょう。神様は私を憐れんでくださり、力を与えください。区域員たちも善に変えられるようにと。自分が変えられればいいのに、区域員たちのせいにしているのです。信頼者も送ってリバイバルするようにしてください。信頼者を送ってくださるでしょうか。一言一言が悪い祈りです。ですからどうしてこの祈りを神様がお聞きになるでしょうか。聞きたくないから御顔を背けてしまわれるのです。だからどうして信頼者を送ってリバイバルさせてくださるだろうかということです。こんな祈りはいくら一年中祈ってもリバイバルできないのです。実を結べないのです。なぜあまりにも心が悪いので、悪い祈りだけが出ているのです。善の祈りが見つからないのです。初めだけ善の祈りをしようとしたのに、続きを見ると善の祈りではありませんね。神様は全知全能で愛に満ちておられますから、私の祈りに応えてくださると信じます。と祈るのです。最後まで神様を失望させる祈りをしています。全知全能で愛に満ちておられますから、ここまではいいです。私の祈りに応えてくださると信じます。
答えていただけない祈り、神様の御怒りを買う祈りだけずっとしていて、答えてくださると信じますと言います。でも答えが来なければ虚しくなって、こんなに忠実だったし、顧みたし、答えがないのかと。なぜ問題が解決できないのでしょうか。なぜ癒されないのか。なぜリバイバルないのかというのと同じです。こんなふうに祈るなら神様の心はどうでしょうか。知識としては使命が尊いことも知っているし、全能の神様を信じているといい、祈りに応えてくださる神様であることを知っています。それでまるで使命に感謝して熱心で信仰によって告白しているように見えます。しかし、実際には自分の心にどれだけ善を耕せなかったのか、どれだけ信仰がないのか、その祈りの一言一言に現れています。自分なりの努力しているのにリバイバルしないことを神様の前につぶやいて辛く思います。自分の過ちを言う区域員たちを裁いています。このように自分の心にわだかまりがあるので、善の祈りをしなさいという知恵の言葉があっても、その知恵を活用することを知らないのです。感謝しなさいと言ってもわだかまりがいっぱいなので、感謝の表現があまり出てこないのです。本当に感謝するなら涙まで本物です。涙にもいろいろ種類があると言ったでしょう。感謝の涙、喜びの涙、このような涙は愛の涙、人をかわいそうに思って悲しむ涙、このような涙は天国で全部報いになるのです。その涙一滴持ちに落ちません。実際は落ちますが、御使いがその涙まで受けて天にあげます。霊の目が開かれた方は見ていますね。どころかわだかまりの涙、人が憎くて悲しむ涙、うまくやれなくて悔しい目にあって悲しむ涙は、こういう涙は一つも報いになるのではなく、かえって神様との間に壁だけ作るのです。だから感謝をしても心にわだかまりがぎっしりなので、感謝の表現があまり出てこないし、出てきても心からではないのです。もう一つの例を挙げてみましょう。神様の働きをしたら、時々自分がしてもいないのに、言ってもいないのに周りに誤解されることがあります。そんなことが時々ありますね。自分は良い意図でしたのに、人々は全く違うように解釈して、そしられることもあります。こんな時は、正しくないをはっきりさせるより、かえって黙っている方が良い場合が多いです。自分の立場を弁明すればするほど、間違った噂がさらに広がるのです。議論して自分の悔しさを晴らしたとしても、それによって他人の過ちが明らかになって人間関係が悪くなる場合もあります。互いに論じているうちに心が傷ついて大声が出たりして、結局互いに気まずい関係になってしまうのです。誤解して裁いていた人の方では、自分の過ちが明らかにされるのですから、自尊心が傷ついてさらにわだかまりを抱くのです。それで第2テモテ 2-23 にも、愚かで無知な詩弁を避けなさい、それが争いの元であることはあなたが知っている通りですとあるのです。詩弁は愚かで無知だとあります。知恵があって心が良ければそうしないということです。それが争いの元なので、平和が壊れて敵になってわだかまりを持って憎むようになりますね。こんな時黙って相手の心に抱くなら、後でこれを知った相手の心が溶けて互いに深く信頼し合えることもあります。また皆さんにそんなことが起きるようにお許しになる時、神様は必ずその中で何か悟らせようとなさることがあります。箴言 3-6 には、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとあります。主を認めると主がその道をまっすぐにしてくださいます。悔しいからと言い訳しようと努めるのではなく、静かに神様の御心を悟ろうとすれば、自分を発見する新しい恵みが望みます。何が間違っていて試練がやってきたのか、でなければ神様が祝福を与えようとそんな試練に遭うようになさるのか、
答えが来るということです。自分はどんな面が欠けていて、さらに完全に守られなかったのか悟るので、完全に変えられるという祝福をいただけるのです。ひょっとして本当に悔しい目にあっても関係ありません。神様が全部見ておられるから、報いてくださるので、霊肉ともにより大きい祝福の機会になるのです。どころか、このような知恵をいくら聞いたとしても、自分の心に悪があるなら、その知恵を自分のものとして受け取れないのです。自尊心が傷ついて、悔しくて怒り、口で恨みや不平をこぼすので、試練を通り抜けられないのです。心に悪があまりにも多ければ、ブルブル震えますね。悔しくて無念で、万民の生徒の皆さんはそこまでではないでしょう。初心の者以外は我慢しようと努力しますが、結局相手のところに行って問いただしてこそすっきりするのです。このような悪を捨てて清められる時だけ知恵の実が得られるのです。純真でない知恵について、聖書から一人の例を挙げてみましょう。ダビデの息子アブシャロムは、容貌も美しかったし、知恵もとても優れた人でした。問題は、その心が悪くて自分の知恵を悪く使ったところにありました。アブシャロムは自分の腹違いの兄アムノンにあることで恨みを抱いていました。また兄の過ちを懲らしめない父ダビデ王に対しても不満を抱くようになり、反逆を企み始めたのです。その過程を見ると大変緻密です。長い間にわたって民の心を盗んでいきました。父ダビデは民を愛していなくて、アブシャルムは民を愛しているかのように民の人気を集めていきました。そしてついに良い時期を捉えて、ダビデ王に立ち向かって反乱を起こしたのです。このためダビデは急いで逃げなければならなくなりました。王が全部捨てて王宮を離れて、ついてくる民と臣下と一緒に自分の息子のため逃げなければならなかったのです。しかもアブシャロムはダビデのとても優れた議官であったアヒトフェルまで自分の味方につけました。反逆するときは頭の周りの人たちを抱き込むのです。このアヒトフェルはとても賢かったので、彼の進言する助言は神様の方法と同じだと言えるほどでした。しかし、このように緻密に計画して着々と進んでいるように見えていたアブシャロムの反逆は結局失敗してしまいます。神様がダビデのために働かれたので、アブシャロムの知恵を鈍くさせたのです。議官のアヒトフェルが必ず勝てる作戦を出したのに、アブシャロムは聞き入れませんでした。かえってダビデが送っておいた患者が示した意見に従って、ダビデが有利になる作戦に従ったのです。あれほど頭の良い人でしたが、神様が判断力を鈍らせると一瞬にして滅びの道を選んだのです。ダビデは神の人なので、今はこんな試練にあって追われる身になったとしても、神様はダビデの味方なのです。何としてでもダビデの命は守ってくださるのです。それで悪賢い計略が受け入れられないように、ダビデを司って防ぐ道まで神様が備えておかれたということです。それによってダビデの部下は戦列を整えて反撃を始める余裕を得ました。謀略と知略に従事ている人を見れば、このアブシャルムのように2つのうち1つを選ぶようになります。今あの人たちが逃げているから、我々は追いかけて一挙に殲滅しましょうという意見も出て、別の意見が出てきます。急ぐことはない、我々は今ゆっくり休みましょう、あの人たちが逃げていくのについていてどうなるのか、彼らは
食べ物もなくて寝るところもないから、もっと疲れさせておいて一挙に滅ぼしてしまいましょう。こんな知恵も出てくるのです。するとアブシャロムは考えて、ああそちらの方が妥当だとそちらを選ぶようになるのです。作戦というものは一つだけあるのではないから、それでいろいろな作戦があるのに、聞いてみればみんな正しいようです。一日ぐらい休んで再び戦列を整えて、今王宮も占領していて彼らの動きをもっと調べて、逃げてみてもどれだけいけるでしょうか。追われる身なのに、どれほど兵士がいてどれだけ逃げて、食べ物もな何もないのに、もっと疲れさせて一挙に滅ぼしましょう。この作戦も効く値打ちはありますね。どうですか長老さんたち、黙っていますから、私の言っていることを理解できないのかどうか。知恵がこの2つあって、どちらも効く値打ちがあるのです。王宮を侵略して疲れているから、兵を引いて滅ぼしてしまいましょうという意見もありますが、戦争史を読むといつも意見がそんな風に出てきますね。こんな意見あんな意見が出てきて、どちらを選択するかによって勝敗が分かれるのです。それによってダビデの部下は戦列を整えて反撃を始める余裕を得ました。結局アブシャロムは戦場で惨めに殺されてしまいました。彼がいくら優れた知恵と悟りを持っていたとしても、結果的には自分にどんな益となったのでしょうか。その知恵で兄を殺し、父に立ち向かって神様にまで敵対して、結局滅びの道へ行ってしまいました。純真でない知恵はまさにこのように虚しいものです。誠の知恵が得られる純真についてもっと詳しくは次の時間に続けて調べます。結論です。愛する生徒の皆さん、皆さんが汚れのない純真な心に良い知恵を得ると、すべてのことについて自分が当然言うべきこととすべきことがわきまえられるようになります。それでですから、汚れのない純真な心が必要です。そうしてこそ良い知恵を得るのです。心が良くなければいくら知恵ある言葉を聞いても役に立ちません。わきまえられないし、良い心は良い知恵をわきまえて心に受け入れる器になるのです。それでその言葉と行いが神様にあって確かなものとされて、答えと祝福の実を握れるのです。愛する生徒の皆さんはこのような汚れのない純真な知恵を慕って得ますように。それで毎日勝利して神様に栄光だけ返す幸いな生き方になりますよう、主の皆によって祝福して祈ります。今日のメッセージを覚えて心を一つにして祈ります。ハレルヤ、父なる神様、感謝いたします。今日も上からの知恵第1回目のメッセージを聞きました。神様、私たちが心に汚れのないそのような器になって、上からの知恵をいただき、世に出ていて光と塩の役割をするようにしてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの主。